って絵を描くのも慣れてきたものです。落ち着いてドジもしないで完成させられるようになってきました。油断しちゃいけませんね。こうして慢心してる時こそ取り返しのつかないドジをするものですから、細心の注意を払わない